皆さんこんにちは。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。演歌歌謡曲ファンのための情報を配信しておりますスイングチャンネルです。今回のカラオケ講座は昨年11月10日に発売された森山愛子さんの一人風の盆、こちらの楽曲を取り上げてみたいと思います。以前にも息吹おろしという森山さんの楽曲を取り上げたことがありますが、今回も森山さんの伸びのあるお声が生きた切ない哀愁歌となっています。まずはどんな曲なのか、いつものように僕が歌ってみますので、今回もサンプル歌唱をお聴きになってください。ではまずどのタイミングでそれぞれのフレーズを歌い出せばいいのか、曲の全体像を把握するためにリズム読みという作業をお教えしたいと思います。楽譜の中に赤い数字や三角印が表記されています。三角印は8部あるいは16部の休符、お休みの部分をイメージしています。これから僕がこの数字と休符の部分を組み合わせて歌詞をリズムに乗せて読み進めていきますので、皆さんはメトロノームの音に合わせて手拍子あるいはお膝を叩きながら聴いていただけるとより理解しやすいと思います。今回の曲の速さはテンポが 68BPM68 となっております。ではやってみます。 1,2,3,4口紅を2,3,4涙と一緒に拭き取れば4夜風が染みます唇に2,3,4あなたを忘れに4来たけれど2,3,4未練が悲しく絡みつく流れに流れて2,3風の盆。はい、こんな感じになります。初めての方にはちょっと面倒な作業だと思うのですが、この作業を繰り返すと格段に歌いやすくなりますので、ぜひ皆さんも僕と一緒にリズム読みにチャレンジしてみてください。ではやってみましょう。1,2,3,4はい。口紅を2,3,4涙と一緒に拭き取れば4夜風が染みます唇に2,3,4
あなたを忘れに4来たけれど234うん、未練が、うん、悲しく、うん、絡みつく、うん、流れに、うん、流れて、に、さん、風の、ぼーん。この曲は三段落の構成になっていますが、まず段落ごとにメロディーの音取りをしていこうと思います。一つ目の段落は最初の口紅をから二段目最後の唇にまでです。この段落は曲の導入部分ですので、全体的には語りをイメージさせる部分なのですが、低いメロディーの入りから吹き取ればに向かってメロディーの流れが上昇していってるのがわかるでしょうか。この流れに沿って少しずつ盛り上げることと、最後に唇に向かってちょっとずつ盛り下げていくイメージを持って歌唱するといいと思います。一度歌ってみますので聴いていてください。口紅を涙と一緒に吹き取れば、夜風が染みます唇に。はい、こんな感じになります。では皆さんもご一緒に歌ってみましょう。せーの、三、四。はい、口紅を234、はい、涙と一緒に拭き取れば、はい、夜風が染みます唇に。では次の段落です。次はあなたを忘れに来たけれどから4段目末の絡みつくまでになりますが、この段落はこの曲のサビの部分になります。特に3段目の来たけれどが一番盛り上がるメロディーなんですが、この部分は伸びよく広い距離感をイメージして歌うのがいいと思います。ここに向かって段落をだんだん盛り上げていくことと、この来たけれどを頂点にして次のフレーズから絡みつくまでゆったりと盛り下げていく流れを意識していただきたいと思います。一度歌ってみますので聴いていてください。あなたを忘れに来たけれど、未練が悲しく絡みつく。はい、こんな感じになります。では皆さんもご一緒にお願いします。せーの、さん。はい、あなたを忘れに、はい、来たけれど、234、はい、未練が悲しく絡みつく。はい、それでは5段目最後の段落になりますが、この段落はこの曲のまとめになります。流れ、流れてというこの2つのフレーズは、一旦切なく語りで歌った後、風の盆は伸びよく歌い締めしてください。一度歌ってみます。流
れて風の盆。はい、こんな感じになります。では皆さんもご一緒にお願いします。せーの、はい、流れに三、流れてに三、風の盆。先ほどのサンプル歌唱ですが、僕は森山さんよりキーを一つ上げて歌いました。森山さんは声がお高めの歌い手さんですが、今回のキー設定は男性用にプラス2とノーマル、女性用にマイナス2とマイナス4、声が低い女性用にマイナス6、以上5パターンキーをご用意しました。皆さんが歌いやすいキーがいくつなのか一緒に歌って探してみてください。それではプラス2からやってみましょう。
1,2,3,4 はい、一緒に吹き取れば、はい、夜風が染みます、唇3、はい、あなたを忘れに、はい、来たけれど2,3,4、はい、未練が悲しく絡みつく流れに三、流れてに三、風の盆、はい、口紅よ三四、はい、涙と一緒に拭き取れば、はい、夜風が染みます、唇に三、はい、あなたを忘れ、はい、未練が悲しく絡みつく流れに三、流れてに三、風の盆。はい、皆さんが歌いやすいキーは見つかりましたでしょうか。この曲はとてもゆっくりした楽曲ですが、ところどころ歌い回しが早い部分もあり、ゆったり歌うと遅れがちになるかもしれません。またリズムだけ意識すると主人公の未練がましい感情が表現しきれないこともあると思いますので、ゆったり切なく歌えるようになるまでリズム練習を繰り返しながら、何度も歌い慣れるまで練習なさってみてくださいね。それでは今回は以上になります。またお会いしましょう。スイングチャンネルでした。さようなら。